はい、皆さんこんにちは。こんにちは。戦車を設計して戦うことができるスプロケット、今回は今まで作ったことがないちょっと変わった戦車を作っていこうと思います。つんこのちょっとほど当てにならん言葉がないからな。それでどんなの作るん？前ゆかりちゃんとお風呂に入っている時気づいちゃったんだけど、敵さんに当ててもすごい長弾するよね。するな。その一つが離体なんだけど、もしかして戦後の誘導輪機動輪に当たって弾いてる説あるんだよね。そういえばそこに当たって長弾したケースもあった気するな。ということで今回は巨大な誘導輪を搭載することで敵の砲弾を防ぐ絶対に抜かれない戦車を作ろうと思います。巨大な誘導輪って？はい、車体の色はいつもの緑色にして進めていきましょう。スプロケットは設計する方法が2つあります。車体とフォートアデジェネレイテッドとフリーフォームです。簡単に作れるのは従来のジェネレイテッド。フリーフォームモードでは 3D ソフトのように自由な形を作ることができます。簡単なのはジェネレイテッドで作る方やな。今回も簡単な方で作っているので、最近始められた方はぜひ参考にしてみてくださいね。では車体を作っていきます。巨大な誘導輪を乗せるため車体側面の出っ張りをなくします。画面の車体を触って縮めれるで。車体を作る前にスプロケットではどのような足回りを作れるのか紹介しましょう。例えばこんな感じです。いかにもスプロケットって感じの足回りやな。車体に比べて足回りは複雑に作ることができません。戦後の誘導輪、機動輪、中央の天輪の3つは必ず搭載しなければなりません。これがないと動けんで。そして支持輪です。これは右側の設定からなくすこともできます。スプロケットで作れる形は今画面で紹介したパターンくらいしかありません。つまり円形のクーゲルパンツァーみたいな形は作れないね。できても六角形みたいな感じやな。では戦車を作っていきましょう。あーめーっと、ちょこれ何してんねん。ずんちゃん調子出てきちゃった。急にスイッチ入れんな。車高は下げたいので天秤は小さくしておきます。関西弁やめれ。てかすごい数になっとるで。この天秤は数を指定してグループに分けることもできます。今は3つやな。こんな感じで間隔も調整できますね。上部の支持輪はとりあえずたくさんつけておきます。数がやばいやん。片側23個ありますね。離体の設定で注意したいのは厚さと幅です。厚さや幅を小さくすると切れやすくなるんやな。今回はなるべく薄くしたいので幅は最小値の20センチ、厚さは最大の20センチにしています。この誘導輪で砲弾を防ぐ設計なので片側4輪に設定。ちょっと見た目があれなので薄くしておきましょう。はい、無事に足回りは完成しました。待て、これで行くんか。次は車体です。ジェネレイテッドモードは車体をドラッグするか右のバーと数値を入力することで形を変えることができます。フリーフォームに比べるとめちゃ簡単やな。変にカーソルを乗せてドラッグ、傾斜を入れることができます。あとは自分好みの車体に形を変えるだけです。複雑な形はできんけどささっと作れるのがええな。このモードでもこれまで面白い形を作ってきたのでぜひ参考にしてみてくださいね。最初はこのモードで作って操作感に慣れたらフリーフォームで作った方がええで。車内容積が少ないと強いエンジンも走行も乗せれません。シュッと前に出して確保します。ちなみに設定から内部空間、つまり車内容積を無視できる項目があります。この赤文字の項目については入れておいた方がいいです。チートなっとるけど。実はフリーフォームモードでいろいろ触っていると車内容積がゼロになる重大なバグがあります。ゼロって？はい、車体はこんな感じですね。砲塔も従来の設計モードとちょっと難しいフリーフォームのどちらでも作れます。今回は簡単な従来モードで作るのですが、これにもバグがあります。例えばこの先っちょの辺が上がりません。バグ結構あるな。その場合は右側の項目を変更するか数値を入力する必要があります。こんな感じになりました。それでは手法を乗せていきましょう。ゆるふわ軍事チャンネル。2022年7月下旬のアップデートで手法をたくさん乗せることができるようになりました。おお、やっとできるようになったんか。ちょっと設定が複雑なので初心者さん向けに解説しておきましょう。方針の長さはセグメントを追加することで伸ばす方法。もう一つはここに数値を入力すれば伸ばせます。セグメントは合計10個作ることができ、それぞれ最大6メートルまで設定できます。つまり、方針は最大60メートルまで伸ばせますね。戦艦ってレベルやないで。控えめなズンちゃんは、直径85ミリ、方針長 2.9 メートルの連装砲にしました。
かっこいい言い方をすると34口径85ミリ連装砲ですね。これを動作させる設定に入るのですが、左をキャノン L、右を R としました。装飾から本主用の覗き窓を砲塔に設置。クルーの設定画面からガンナーをキャノン L と R 担当に設定。装填手がもう1人必要なので、ここをクリックして1人追加。担当を装填手にして装填位置をキャノン R にします。これで完成です。これは新しい設定項目やな。あと、ファイアディレイという項目。要は左を撃った後に右を遅延させて発射する設定です。今回は左を撃ってから1秒後に右を発射する設定にしました。ちなみに戦闘では左クリックをした状態を維持しないと連射できないので注意が必要ですよ。なんか使いにくいな。それではサクッと細かい調整をして仕上げます。とりあえずフェンダーを伸ばして車体を大きく見せましょう。完全にハリボテです。デザインは2つ用意されているのですが、今回はこちらにしました。機動輪のマウントもデザイン変更して車体にくっついているようにしました。いい感じですね。とんでもない姿しとるで。車体前方にアカネちゃん、ドライバー用の覗き窓。視界の問題からゆかりちゃんは連装砲の真下に登場。ちなみにアカネちゃんの頭の後ろにゆかりちゃんの足があるという設定です。どんな設定や。ちょ、またこれや。ポイント。皆さんしばらくお付き合いください。あーん、ポイント。ちょこっとアップすんな。2回見ると癖になる謎の配管を搭載。いろんな意味で有害や。正直言って、スプロケットって現実の戦車を作るゲームじゃないと思うんだよね。唐突に何言ってんねん。ただ、それでも作らないと上達しない。再現シリーズもやらないと、オリジナル戦車も自由に作れないんだよね。あのフリーフォームの作り方と操作感がよう難しい言っとったからな。この配管も遊んでいるように見えて、どこにどう設置するか、装飾配置の操作方法は全部これでマスターできます。皆さんは別の方法でマスターしてくださいね。フリーフォームも自由にできるようになると、きっとすごいオリジナル戦車が作れるようになりますよ。それで配管どこもって言ってんねん。何のために今回履帯をこのような形サイズにしたのか、全て計算通りです。嘘つけ、思いつきやろ。ちなみにこの燃料タンクは下地のレベットパーツの上に乗せていくと便利です。これなんや。イキリタダツインポンプだね。ちょ、これはなんや。イキリタダ高性能フィルターだね。いつものポンプフィルターセットやん。空中配管の下地を作ると比較的簡単にできます。こんな感じで出してまた伸ばしていきましょう。またポンプやん。こっちもまたフィルターやん。遊んでいるように見えて遊んでいるわけではありません。効果音の時点で遊んどるやろ。それなら垂れ流しになるよ。わかったわかった、さらっとパワーワード使うな。この立体接続は激ムズなのでなるが必要ですね。あとはさっきと同じ形で接続。大容量タンクにぶち込みます。どこにタンク作ってんねん。あとは加熱して大気放出ですね。完全に遊んどるやろ。気でも狂ったか。全体的な見た目はこんな感じですね。上手にできてすんちゃん大満足。それは良かったな。また尺が長くなりそうなのでサクッと装飾を乗せて仕上げます。これは上部の薄いタンクを支える支柱。ちなみに満タン重量 250kg です。いろいろ変なのついとるからな。問題はこの正面部分。完全に浮いとるやん。ちょっと見えにくいですが燃料タンクで軸を作りました。離れた天輪部分は走行板を使って車体のように見せます。巨大な誘導輪も走行板を使って車体とくっついているように見せましょう。なんかそれっぽくなってきたで。あとはお好みで好きな装飾を乗せれば完成です。それでは完成した車両を見ていきましょう。重量は43トン。見た目よりも重たくないやん。理由は走行です。一応絶対に抜かれないシリーズに合わせた70ミリになっています。主砲は34口径85ミリ連装砲。初の連装砲デビューですね。これは楽しみやな。最高速度は時速58キロ。制作時間は2時間40分となりました。結構早いやん。今回仮設計をしているのでこれの倍くらい時間がかかっています。目安として人とのサイズはこのくらいですね。待て、右の誘導輪めちゃでかいんやない？スプロケットで設定可能な最大3メートルだね。3メートル？ちなみに全長は 13.86 メートルあります。これまともに動くんか。それではお待たせしました。今週の謎の配管のお時間です。そのキラキラ音は何や？車体左側面に搭載した毎回おなじみの大容量タンク。配管を通過して高性能タービンポンプにズズッと吸い込まれます。ちょ、その後はアカネちゃんの左頬をいやらしく通過。だから名前を出すな。そして運命の分かれ道。ただの二股やろ。
ここで勢いを失うと逆流の恐れがあります。明らかに構造の欠陥や。こんな感じでヘトヘトになりながら上部まで移動。その先にある生きりツインポンプで加圧。さらに2つに分かれて生きりフィルターにぶち込まれます。すでに勢いは失われているので改めてツインポンプで加圧。これ電気というか動力どこから取っとるんや。シジリン内のギアだね。ちなみにバックするとポンプも逆回転するので逆流の原因になります。どんだけポンコツなんや。はい、フィルターでまあ一応綺麗になった後は、なんて。この大容量タンクに一時的に溜められ加熱、もわもわと大気放出される仕組みですね。完璧な処理システムが完成しました。皆さんは見なかったことにしてくださいね。それでは、仕事を選ばない女、ゆかりちゃんを呼んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。配置はいつものように私は本主、あかねちゃんはドライバー、ゆかりちゃんは状況報告ね。了解。それでは戦闘開始。ゆるふわ軍事チャンネル。よいしょ。おっと、あかねちゃんゆれゆれ。何がや。今回は味方4両と戦います。発進、みんな行くで。おお、普通に動いとる。搭載しているのは48リッター V12 エンジン。よくわかりませんが最大回転数で1300馬力あります。この巨大な誘導輪で砲弾を弾くことができるのか、敵さんが出てくるまでカット。アカネちゃん丘の上で停止。了解。12時、2時の方向に敵戦車。味方が敵戦車撃破。味方ちゃんと動いとる。よいしょ。正面走行を貫通、撃破。開いた。山地の方向敵がすまち。ゆかりちゃんの座敵には爆発に反応する電熱線が入っています。あっちょ、余計なもん。敵戦車2両撃破。連装砲すごいやん。ちょっとこれがあって使いにくいんだけどね。ポイント撃破。正面走行を貫通撃破。2時の方向に敵戦車。よいしょ。長弾正面走行を貫通。完璧です。ちょっとバックするで。敵戦車全速で接近中。誘導輪が邪魔で狙えないけん。何してんねん。正面向けるで。味方が敵戦車撃破。いい動きしとるやん。敵の第一波全滅。これは余裕ですね。はい、ポンポコンポンに攻めました。リタイア、リタイが切断されまくる。これね、多分幅が狭すぎてすぐに切れちゃうんだよね。くらえ、正面に連装積んだよ。射撃ミス。どこ狙ってんねん。これね、めちゃくちゃ射撃ミス。しゃあないので近い敵さん撃ち抜きます。アーンポイント、アーンポイント。多分全部長弾。アーンポイント、アーンポイント。こっち見てもどうもならんで。抜けねえな。先に左のいやらしい敵さんを倒しておきます。ポイント。当たった当たった。全然効いとらんで。ズンちゃんまた変な汗かいてきちゃった。汗っかきキャラしかおらんのか。くらえ、ゆかりちゃんの汗拭きタオル。あかねちゃんの汗拭きタオル。ちょ、また砲弾乗っとるやん。あれはゆかりちゃんのやつですね。くそ、何笑ってんねん。今回初めて作った冷蔵庫挙動がちょっとおかしい。どこ？たまに変なところ飛んでいくんだよね。よいしょ。今のか。例えば左に行ったり右に行ったり、何かおかしいんだよね。あとは照準がプルプル震えてすごく狙いにくくなったかな。確かになんか十字マークが移動しとるな。敵戦車撃破。それと今回作った戦車の強さについては、敵戦車炎上。一応誘導輪による防弾効果というか長弾効果はあるみたいですね。やったやん。これに関しては後から技術部の葵ちゃんによる再検証をしてもらいます。敵戦車撃破、残り1両。そしてこっそり離隊を切断されています。一時の方向、丘の下に敵戦車。あ、これ誘導輪に重なってる。敵撃っとるで。これはまずい。味方が敵戦車撃破、勝利しました。おお、今回味方大活躍やったな。危ない場面を救われましたね。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、皆さんお久しぶりです。ズンコちゃんが作った巨大な誘導輪がどのくらい有効なのか調査してみました。実はスプロケットでは誘導輪、電輪、機動輪は攻撃されても破壊されません。これに命中して壊れるのは離隊です。そしてこの3つに砲弾が命中すると基本的に長弾します。では実際に被弾する様子をスローモーションで見てみましょう。こんな感じで長弾しているのがわかります。
今のは右の誘導輪で上段して、左の誘導輪で再上段しましたね。上段した砲台はまだ撃破判定があるため、周囲の戦車の側面を貫通したり、現実戦車のようにショットトラップが発生することがあります。今回ズンコちゃんが作った誘導輪で抜かれないという案は、離体切断と引き換えに一応有効であることがわかりますね。ぜひ、皆さんもこれを参考に面白い戦車を作ってみてくださいね。それではズンコちゃんにお返しします。ムースうめえな。いつまで振ってんねん。あ、話終わった。ちょっと長いんだよね。どの口が言っとるんや。要するに、よくわかりませんが結果は良かったということですね。完璧です。ちなみに装甲を抜かれまくって何試合したか覚えていません。これね、結局スカスカなんだよね。誘導輪に当たらなければ車体で受け止めるしかない。そういうことです。続く。走行圧は最大70ミリ、抜かれない戦車の面白いやんを思いついた方がいましたら、コメント、もしくは、概要欄のツイッターからお願いします。最後までご視聴、ありがとうございました。このチャンネルでは、ブーチに関する興味深い内容から、ゲーム実況を多く投稿しています。初めて動画を見られる方、常に見られている方も、ぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。